はい、こんにちは。はい、こんにちは。今度は、ご迷惑をおかけいたしますの五のっていう字の五に井戸にいと書いて三神社。はい、三神社と読みます。最新、祀ってる神様がこの最新だよ、新しい違う違う、祭りの神じゃ、祀ってる神じゃ、この三神社の名前のその三に神と書いて三神なのか三神なのかを、この神社の名前の神様を祀っていると。どんな神やろな、探ってみましょう。でこの神様が木の神様、水の神様、安山の神様である。水と木の、あと安山。こっちゃんがようわかんねえな。この周辺は水が豊富であり、鏡原市の水源地もこの近くである。かつてはその三つの井戸の方の三山、山の自体が神社の境内であったっていうから。じゃあ古いね。そうですね、歴史自体は古そうです。さあ、じゃあ皆さん行ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい、行きましょう。三神社、難しい字を書きよる。書いてある意味が、古事記にも載ってる。だいぶ昔からおる神様だな。だいぶ昔の、願い橋。何かお願い事でもしながら渡りますかい。神様も困惑するわ。何か言った俺。欲望がまるでだだ漏れてるだけだぞ。失礼します。はい、失礼します。絶対死んでるみたいな。循環はしないな。なあ、洗う？って緑だもん。あ、少年入っとるかな。死ぬ。逆に綺麗なあれだよ。死んどるって絶対に。やだ緑は。すごい、ここの狛犬黒だ。ダメやろ、もう古すぎて。あ、この暑さですっかり日焼けしてしまったよ、狛犬ちゃんも。なあ、黒になってね。シーサーに見えるね。まさかの沖縄からそう来ちゃったかって。だから日焼けしてるのか。だから日焼けしてるのか。沖縄くらいだ。でも、市指定の重要文化財になってるぞ、この狛犬が。みたいだな。三井古墳出土の資料とか。はい。本当に歴史あるやん。これ相当古いんだ、じゃあ。ということは、パワースポットも期待ができる。と、私が勝手に踏む。いい匂いだよ、ここ。ん？いい匂い。匂い？しない？あ、すごいいい匂いする。戦争か。戦後50年遺族を思いてってあるから、そういうやつなんだ。戦争やもんな。でこれミサイルのやつあれやろ。由緒ある正しい、すげえ正しい。これが神社だよ。これが神社だよ。、うん、すげえいいよ。なんでやろう、神宮とか。お前、うん、秋田神宮よりもいい匂いするぞ。
あ、それはわかる。なんかあの、すがすがしいというか、綺麗な感じっていうのは。その匂いの発生源はどこだ。いい香りっていうか、なんていうか、その、うん、いい感じっていうのはわかるんだけど、これ発生、あー、こっちの方か。絶対わからんだろう。こっちの方じゃないのか、うん、でもね、あの正直なこと言ってね、今かっちゃんが立ってるあたりが一番の気がする。なんかここだよ、すごいここが一番いい匂いする。あのね、さっきあのこっち側から、うん、あのこの画面から見て左側からあの来たんだけど、ちょうどこのあたりでなんかいい感じがして、でこっち側にあの本殿の方に近寄ったらなんかね、それが薄まった気がしたの。だから多分このちょうど真ん前ぐらいがいい感じだと思う。すごい匂い感じんでしょうね、うん、あなたたち。それは何か専門的なあれになるんですか。神に近いからだ。うるせえ悪魔宿してるやつが言ってんじゃねえ。うわ、すごいいい匂いする。あ、落ち着く、ここ。俺、あ、気持ちいい。なんていうか、今どういう恩恵を受けてる感じですか。リラックス、リラックス、うん、脳みそがね、ほわーんする。うん、気持ちいい。雲の上で寝てるような気分ね、今。ドラえもんの世界でしかないんだよな、本当に。いや、着てみ、風が冷たく感じる。ああ。この無風の中に冷たい風が入ってくる。なんかほんのりしますね。あのね、この神社のこの、なんていうの、あの、ガランガラン鳴らすあの紐、紐の真正面と、あの、青い、あの、ベンチのこの、右端を、の、交差するところ。なんか程よい、なんか、こうだったら風来るね。受けると熱いやろ。これすげえな、ここ。あ、本当は確かに風の冷たさが違う。違うやろ。暑い日に来るとなおさら分かりやすいわ、これ。めっちゃ気持ちいい、ここいい匂いする。こんな神社もあるんだね。割となんていうの、民家のなんていうの、ど真ん中っていうね、立地なんだけど。普通何もねえとこんな暑いもんな。ここで座って喋ろうよ。すごいよね、このなんていうの、あのパッと見さ、この太陽光当たってる日差しのど真ん中じゃん。そこに座って喋ろうよって言えるぐらいにはなんか変わるもんね、実際。なんか着てみんとわからんよね、これ。うん、これはわからん、来ないとわからない。あの、なんならさ、その、今かっちゃんが座ってるところが中央だとして、この辺からもさ、前から涼しい感じの風来るんですよ。割と範囲が広いんですよ。そうそう、意外とあるんやで、ここ。でもなんだろう、俺初めてこの神社でこんないい匂いするの。何、うん、やろう、あれだね。あ、ひんやりする風が来るね。うん、来るな。歴史あるって大事だね。やっぱ歴史は生命を生かすね。古事記に書かれるレベルの古い神様を祀ってる、その名前をもらってる神社だけあるわ。あ、涼しい。なんだろう、この匂い。
一番風の木のないとこから来るんだもんね、風が。そうですね、この入り口側から普通風がファーッと来る感じ。こうなると急にヒヤーッとするのいい感じに目の前に氷が置かれてて空気が冷やされる感じ。そう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 、うん。すごいね、ここなんか当たりだね。うん、すごいいい匂いだけど、お寺なんていうかさ、今こっそりもいさ、日陰に入ってさ、涼んでるんだけどさ、うん、正直、その日光的な辛さはまあこっちの方が当然ないんだけど、うん、涼しさあっちの方が上なんだよだろう日光は当たんないけど、なんか、なんていうの、これ別にこんなの熱気が涼しいって感じるもんな、あんまり。そう、熱気がある、そのなんか、あれなんだけど、向こうの方がなんか、なんていうの、ちょっと扇風機あるぐらいの涼しさがある、風が。いい匂いがする、ここ。さっきのところはあれですけど、あの、ここがさ、実際そのリラックスできるっていう、それがあるから、安産の効果はあるっちゃあるのか、変に気を背負わないで済むような。うん、皆さんもね、ここ一回来てみてください。岐阜県の鏡原市です。はい、鏡原市の、三井神社。 Google レビューの数も多いのですぐ分かると思います。ご主人お前やるの印鑑、ご主人こんな感じ。まあご主人集めとる人は来てください。いろんな種類があるな。でもなんていうかね、今一個謎が解けたっていう感じのことがありまして。これ謎解ける？え、涼しそうでいいんじゃない？本当。あの、ここのさ、新神社を名前で検索するじゃないですか。うん、足長鉢、キャー逃げろ。よし。新神社を検索するじゃないですか。うん、新神社で、基本その神社調べたら、ウィキだったり、その場所のホームページが出るじゃないですか、うん、一番上に、うん。一番上に出てきたのは、ツイッターとインスタグラムだったんですよ。本当によ。そう。なんでこいつらが先やねんって思ったけど、こういうのを気にしてるんだったら、確かにそれが、その、うん、SNS が上位に来るなっていうのはちょっと思った。きついな。Ha ha 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 ha.